はい、どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、今回なんですが、皆さんはデュエルロワイヤルという遊び方ご存知でしょうか？これ遊戯王、OCG 公式チャンネルの方によく上がってるんですよ、動画が。デュエルロワイヤルの。なので皆さんも見たことある人いるんじゃないかなと思うんですけども、あの頃の昔の遊戯王を、再現したデッキで対戦してみようじゃないかっていう、企画だったして、これはね、もともとね、遊戯王のね、東大のね、遊戯王サークルさんが、いらっしゃいまして、その東大の遊戯王サークルさんと、あと、コナミさんがめちゃくちゃ調整に調整を重ねて、頑張って作り上げてくださったデュエルロワイヤル用のデッキっていうのが、7種類ぐらい多分今あるんですよね。いくつか今回はちょっと使っていくんですけども、これを使ってデュエルすると何が起きるかっていうと、今の遊戯王とは違ったね、そのあの頃の遊戯王は楽しめるんだよね。今って正直なんかめちゃくちゃインフレが進んで、なんかカードパワーを押し付け合うっていう、なんかその、なんか、なんていうのかな、言ってしまえばクソゲーみたいな。俺は面白いと思ってやってるけどね。というところもあると思うんですけど、昔の遊戯王って本当に繊細で、なんか一番一番のカードパワーがそんなに高くないから、結構プレイングとか、選択肢がいくつかある中で、どれを選択していくかによって結構勝敗が左右されるんですよ。これもそれはそれで遊戯王ってすごい面白くてね。で、その頃の遊戯王をマスターデュエルでできるようになりました。なんと。これなんでかっていうと、禁止カードが生成できるようになったんですよ。強欲な壺であるとか、あと、大嵐であるとか、あと、早すぎた埋葬であるとか、こういうね、禁止カード、いわゆる、これをマスターデュエルでも生成して使えるようになったので、これアンリミテッドルームにすると完全にこのデッキ組めるし使えるんですよ。ってことはですよ、アンリミテッドルームを使えば、デュエルロワイヤルごっこできるんですよ。今回は、このデュエルロワイヤルのデッキを使った、大会をね、私のちょっとメンバー、限定企画でやってまして、こちらのちょっと様子を、皆さんに動画でお届けしたいなというふうに思っております。これかなりね、やっぱね、遊戯王ってこうだったなっていうのが、体感できてめちゃくちゃ面白いので、よかったら皆さんもね、お友達と一緒に遊んでみていただきたい。これめちゃくちゃ面白いから、本当に。騙されたと思ってやってみてほしい。はい。で、今回ね、多分ね、動画2本くらいになると思うんですけども、最初使うのがブラックマジシャンデッキ、全部で4個のデッキ使うんですけども、ブラックマジシャンデッキと、それから、2戦目使ったデスガーディウスデッキだったかな、確か。デスガーディウスデッキ、を今回は使っていきますと。で、2本目の動画で、海デッキと、あとそれから、青岩デッキ。を使っていこうかなと。あんまりね、デッキ紹介、細かいこと言っててもしゃあないと思うんで、動画がいくつかあるから、デュエルロワイヤルは。デッキ紹介はちょっと置いといて、今回はちょっと対戦の内容をね、ご覧いただければなというふうに思いますんで、早速対戦をしていきましょう。デュエル、スタンバイ。いや、久しぶりに自分で大会出てますけどね。久しぶりすぎますね。いつもは週末にね、自分で大会開いてはいるんですけども、自分では出てないんで、結構観戦とか実況解説席待ってるところが多いんで、自分で出ることあんまないんですよね、大会に。割とね、なんかちょっと緊張してます。謎に。ちょっと闇遊戯、そのデッキね、そっちのタイプのデッキね。なるほど。やばそうだね。すごいやばそうなモンスター出てきちゃった。アビスソルジャーくん、めちゃくちゃ強いんだよな。何入ってるかあんまよく見てないけど、カジキ君のデッキ結構ね、脳筋だった気がする。あとね、聖なるバリア、ミラーフォースは入ってる。めちゃくちゃ怖い。聖なるバリア、ミラーフォースめちゃめちゃ怖いんですけど、どうしたらいいでしょうか、これ。いやー、でもとりあえず一回出してもらってからライボルでしょろ。ライボルをね、ケアできるカードはないので、いっぱい出してもらって、ライトニングボルテックスでなんかぶん殴ってもらうのが一番いいかな。多分この辺、多分ラビストルジャーとか使って、なんか並べてね、殴ってくるようであれば、それはそれで嬉しいかなっていう。ニードルギルは強いね。強いね。なるほど。とりあえずリバースさせていただける。見習い魔敵使いの効果と、魔敵使いはリバースすると、手札から魔法使いを出して、で、さらに、セントラ返されると魔法使いもが出すっていうことができるんで、これでなんかいっぱい魔法使い出ます。はい。これ魔敵使いめちゃくちゃ強いでしょ、ね。急にブラックマジシャン飛んできてからの、このミナエマジシャンを特殊ができると。オッケー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 。これだいぶ、盤面的には多分これアビスソルジャーでブラックマジシャン飛んないと、
いけなくなってでしょうから、多分ねこれ効果使っていくしかないんですよ。アビストルジャーのぶん投げられるだけなんで、これこのまんまだと。でアビストルジャー使ってくるよね。そうだね。でアビストルジャー使ってクリスタルコア、なるほどなるほどなるほど、オッケー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 、まあ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 言うてね、こいつ破壊されると結構強いので、あーセーバーに来たおもむろにセットしていこうかな。いやもうサイクロンとかはさすがに歩いそうな気がするけど、まあライトニングプロテックスあるし、なんとかなるでしょこれ。まあこれ召喚して一回サイクロンケアしよう。サイクロンと砂塵の大竜巻ケアしていきましょうこれバレるかな、これこの動きしたらバレるか、癖強いこと。あー砂塵の大竜巻オッケー、まあ一応ケアはできた。いやそしたらこれおもむろにさ、おもむろにこれセットしてぶん殴るの待てばいいんじゃね。いや踏むからこのプリンクして、相手ちょっとセーバリケアできる人間か否かちょっと見極めるか。まあこの絶望のた、淵へ叩き落とす最強カードを踏んでいただけるかどうかに、もうこの勝負の明暗が分かれると言っても過言ではないですねこれね。はい、さあアビストロジャ使いますか。アビストロジャでブレイカーを戻していただけないでしょうかそんなことはしないだろうけどさあどうする。さあセーバリがセットされてるぞ。おっとグリズリーマザー、なるほど、殴ってくるのこれもしかして。一体守備にする、まあ、でも1300しないからな相手守備。割とそれ結構これセーバリケアできてるかと言われると怪しいよこれね。マビスソルジャーで戻すのは別にいいけど、バトルフェイズ、なるほど。あなた、あなたこれ踏んじゃってますけど、おい、そこ知れる絶望の淵沈めバカタラが、セーバリケアできないとかいうやついるらしいですね。甘えでは、それは甘えだろう。ダニーボールあんま関係ない。でも俺もあんまり攻められねえな。バトルするしかないですか、俺もしかして。これ出してもあんまりいないもんね、これね。これは残しといた方が強いんで、これもう攻撃表示にして、これぶん殴りに行くしかない、ないのでは。はい。OK。で、はい。あ、OK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 。で、ミンス入って。もうサイクロンもこれ癖ですよね、だこれ。エンドロ、これで、いや、これ、いや、でも最後、海デッキってあれか、アトランティス割った方がいいのか。まあ、でもライボルあるしな。いけるわ。ライボルを、もう一回、セイントマジシャンでなんか開始するって、エンドフェイズしかならない。おっと、事故ったか？あれね、アトランティスないとね、アトランティスケアした方がいいのかな、あのデッキ。ちょ、かんねえな、バトルフェイズ。アトランティスでなんか、どでかいなんか、ガーギとか出してくるタイプのデッキだと思うんですよね、海って。まあ、一応、なんか練習会で1回だけ使っただけなんで、ちょっと僕もあんま分かってないんですけども、あのデッキ。あとダークホライゾンをセットしといて、いやこれね、いやでもね、相手ドヤ顔で出してきたモンスターライトニングボルテックスでいいと思うんだよな、多分それが一番強いと思う。あ、来た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 、まあ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 、これサイクロンで割るのはギガで総計で、相手もメダフォースあるんで、あ、ギガガガギョ来た、打点高っ打点高っ、1050ダメージ受けたのでダークホライゾンの効果発動、ダメージを受けた数値以下のモンスターを特殊召喚できるぜ。これ何を出してんじゃん、おい。あ、こいつか。これ多分ね、見習い魔術師でいいな。見習い魔術師でよくて。で、見習い魔術師効果は、あんま関係なくて。これで、あと相手のライフ4000ですね。なんもない、オッケー。伏せなんもない。サイクロンを使うかいなくなるんだよね、あとは。キューマの襲撃来た、つえつっつえつっつえ、これ2450か、つまりブラックマジシャンで抜けんだな、ブラックマジシャンで抜けんのかこれ、なるほど。いやーこれだ、ここでサイクロン使ったらさっきのターンに使っといた方がよかったかもしんねえな。ちょっとプレイング割りませんねこの環境。まあ一旦ブラマジ出してぶん殴りにいって、ブラックマジでガガギゴシするのがなんか一番強そうな気がするけどな、これ。いや、それが一番強そうっすね。ちょっと魔導剣リジョン持ってきて、で、リジョン召喚して、リジョン召喚権増えるんで、魔法使いの。で、ここでアドバンしましょう。リジョンと、こっちリリースして、アドバンス召喚、現れろ、俺のキルダンチ先のしもべ、ブラックアッション、よし。そして、魔導剣リジョンの効果を発動するぜ。魔導剣リジョンによってブラックマジシャンを回収。オッケー。これでバトルフェイズに移行しよう。バトルだ。行け、ブラックマジック。
そして謎の魔術師の攻撃、これで3550ね、 OK。 いやこれも結構きついでしょ。あとは相手のミラーフォースをどうやって警戒していくかって感じなんですけども、まあ、ミラーフォーは意外と聖なる、セイントマジシャンで最後の回収っていう動きできるから、まあ、それをやる。あやるねやるね相手も相手も、ああおいお前、俺のブラックマジャーよくも、まあ、でもあれは別にライトニングボルテックスでそれるからあんま関係ねえな、あれあんま関係ねえ、なにめちゃめちゃゴリ押ししてくるやんけ。いやでも逆に相手ハンド全部見えた、逆に相手ハンド全部見えたぞ。よし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 、これライボル打ったら相手めちゃくちゃ困るだろ。俺のターンだろ。あ月書か、なるほどなるほど。まあライボル打つしかねえか、ライボル打ってさ、ライボル効果、テクだからもう いらねえだろこれ。ブラックマジシャン捨てて相手のヘドロを持って帰り表示モンスターを全て破壊する。ライボルにはライボルだ。よしよしよし、カードいきましょう。何やんこれ、ライボル9万、サイカは強いじゃん、これさすがセット、セットで月章も一応セットして、でこれでモンスター殴ってこようもんなら月の章で裏返せばいいから、何もしてこなかったらあのセイマジを月の章するっていう説もありますからね、これね。はい、これ強いですよ非常に、これ盤面的にはかなり強い。 OK、 なるほど。ここはあとはチェーンミル、クロマチスのカードいらねえ、ゴミいらねえの来た、ゴミいらねえの来た。判定しようか、セイマジ効果なんかある、なんもないね。これじゃあ9まで、あチェーンあるな、チェーンあるな、なんだここでチェーンあるのか、なるほど、チェーンあるんなら、まあ、とりあえず1回キューマのシルベ打ってで魔法使い回収する。まあブレイカーですかね、さすがに。いやこれさすがにでも強いぞ、月の下だしな、月書でセイマジもう1回あの裏返してからもう1回使うっていう動きできますしね。これまあサイクロンでよかったですけど、俺まあさすがにブレイカーの方が強いで、これ光ってるから、これ何もせずぶん殴りじゃね、これまんまぶん殴りじゃなんだよな、光ってるってことは多分ね、これね、あのねミラーフォースじゃない、ミラーフォースじゃないから、これ殴っていい。だこれはデュエルリンクスで培った砂の系読みが功を奏しているぞ、これはかなり相手のチェーン読みはかなり功を奏している。さあこれでいいのかで、相手なんかしてこようもんなら月の下裏返せばいいし、いやこれはさすがにいっただろ。相手のクセカードなんだ、さあかかってこい、なんだそのカード、エンドオッケー。いやこれはもらった、さすがに黒魔術のカーテンバリ腐ってるけど、超連きたー、ハゲきたー。いやハゲ召喚でしょ、ちょっとお前そのカード見せろ、そのカード見せろ、なんだそのカード。とりあえずこの予言層超連とかいう最強モンスターでお前のクセカード見ていくぜ、なんだそれは見せろ。ちなみにトラップカードだって当たったら発動できないぜ、サイクロンなるほどな、なるほどな、バトルフェイズだ、いくぜー、ハゲダイレクトタック、よしよし、もらった。まずは一勝、優勝に向けてでけえ一歩だな。いやこれ見てる人に伝わってるかどうか怪しいけど、なんかめちゃくちゃ楽しいんですよね。あの頃の遊戯王ってこんな感じだったじゃん。今ってさ、もう遊戯王ってさ、なんかさパワーカーぶつけ合うさ、なんかインフレが進みすぎて、なんかあの自分の持ってるパワーのカードをなんか相手の顔面にぶつけ合うみたい なんかすごいデュエルになったと思うんですけど、これこの頃の遊戯王って結構1枚1枚のカードパワーそんな高くないんで、なんか割とプレイングがものを言ってたんですよね。これそしてさこのさベンデッタスレギアのこの新しいメイトめっちゃかっこよくない、これめっちゃかっこいいでしょ、これみんなも買った方がいいよマジで裏側守備表示モンスターめっちゃ攻撃してる、めちゃくちゃ攻撃してる、倒せそう、10回ぐらいやったら倒せそう。俺のターン、ドロー。ああ、強化させね。オッケー。いや、あれなんだろうな、あれ。わかんねえな、このデッキ。いや、てか相手のデッキわかんねえんだよな。これ、ハデスでさ、ぶん殴ったらいいんじゃね、クリッターとか、ウィッチとか、リバースオンサーとか全部、無根デッキから、
これハデスでぶん殴ったらいける。ハデスくんね、戦闘開始したモンスターの方が無効にできるんだよね。これ強いでしょ。え、ミーネ、これ何デッキやこれ。ミーネ入ってるデッキマリクだっけな、確かマリクだった気がするわ。マリク外役デッキじゃね、あ、じゃあマリクじゃねえわ、茨のミーネ、ちげえわ、あれだ、サクリファイスだ、ペガサスだ、ペガサス、ペガサス、ペガサス、行きます、その人は。なるほど、はい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 、静かな立ち上がり、大丈夫ですか。いや、ハデス君でぶん殴れますけど、大丈夫ですか、これ。てか、あのデッキ、聖なるバレー、ラホス入ってます、入ってますね。入ってんのか。入ってんの、きつ。入ってんの、きつ。いやー、聖バリ。いや、聖バリかもしんないもんな、これ。ちょ、一回殴るわ。一回殴って考えるわ。聖バリじゃねえ。セーバリじゃねえよ。まあでも ボタンの方にしたらわかんねえかな。ちょっとまあ一回ナイトアサシンセットして、でセットして、まあ一応セーバリじゃなさそうですけど、まあ、一応殺人はセットしといて、これエンドですね。いや、これハデス結構きついと思うんだよね、リバース系のデッキとかだと。でサクリファイスはまあ多分そのサクリファイス出して相手モンスターパクっていくのがまあ基本戦術だと思うから、まあ、それをさせないようにしてればいいわけですね。だから、殺人の竜巻はめっちゃ大事にしないといけないですね。サクリファイスの装備を破壊できるんで、これ、殺人そんな簡単に打っちゃいけない。このボルトエクチョークも可愛いな、これ。てか背中、お前、そんな感じになってんだ、俺。背中、そんな感じになってんだ。なに？うわあ！あ、こいつ入ってんだっけ？1枚だけ入ってんのか、なるほど。1枚だけ入ってんのか、めんどくさ。え、これさ、ラバゴ、相手に送りつけてラバゴパクるってこともできるわけ。じゃあ、サクリファイスで。神ゲーじゃん。やばいこと起きてますね。いや、まあ、それはまあ、いいか。いや、これ割っとくか。これ割って殴りに行った方が強いな。3000取れるんでしょ、ライフ。いや、さすがに強い、これ。これ何これ。それ何、多分、サイクロンかなんかだな、これ多分。この感じ。あー、うん、だろうな。サジンをサイクロンに使わされたのはなかなかに厳しいが、言うてですね、これで、魔法トラップカードセットは、レベル4以下いますか？あ、一応いる。一応いる。じゃあセットした方がいい。はい。でだ、これで安全に殴れるから3000と、キラートマトも1400入る。あ、メルキドも来た。メルキド四面獣来た。これラバーゴーレムなんとか処理できるぞ。メルキド四面獣がいれば。とりあえず、キラートマトを攻撃強弱消化して、キラートマトにぶん殴りに行こう。これでかい。4400削るのでかい、これ。いや、そろそろ、サクリファイス君出せないと厳しいですよ、あなた。よし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 、順調だ。順調だ。このまま突き進め。自分で開いた大会を自分で出場して自分で優勝してやるからな、俺。自分の大会自分で優勝してやる、マジで。あ、早すぎた、マイソー。なるほど、なんか相手だいぶ困ってんじゃね、これ。早前ここで使わざるを得ないって相当きついでしょ、これ。ゴミ来た、ゴミモンスターが盾になる。いや、でもそれぶん殴れるから大丈夫で。いや、まあそれ全然大丈夫ですね。全然大丈夫。セット、あー、相手弱いね。相手バリ弱いじゃん。相手バリ弱いんだけど、マジか。そんな感じで終わっちゃう？あの伏せカード何？このデッキ何入ってんだと。ちょ、痛えな、1000ダメージ。いやー、メルキド四面獣出しますか、一回。ちょ、わかんないですね、あの伏せカード。伏せカードわかんないですけど、いや、伏せカードわかんないけど行くしかないんじゃね。バトルじゃね、これ、このまま。とりあえずさ、一回さ、まあ、これぶん殴るじゃん。で、2000ダメージ入んじゃん。これあと800じゃん。で、あとここ殴れれば勝ちでしょ、これ。行こう。何これ。弱っ。え、もしかして、ペガサス先生、これ、事故で散らかしてます？これ、ペガサス先生、これ、事故で散らかしてくださいませ、これね。